よし。さあ、行くぜ。初めてだな、中断使うの。俺、中断なんてしたの初めてだよ。初めての経験だよ。ドゥドゥドゥテ。テテテテテ。おい、座椅子がとんでもなく回転するぞ。俺の意思に反して。座椅子が常に俺の手を離れようというのか。テッドルテッ。テッドルテッ。テッドルテッドルテッ。倒せよ。トムス。お前の力を見せろ。お前はトムス。トムス。テッ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 。こいつらいつまでだよ、ダークマージン。要はダークマージンばっかりと戦ってる場合。戦ってる場合じゃないんですよ。ダークマージンばかりと戦ってるわけにいかないんだよ、俺は。リブローだ。いや、ていうかもうマリックが回復できるから。ちょっと待ってくれ。マリックが回復できるんだったら他のやつらの勝ち。レナやマリアの勝ち。危ぶまれている。なぜマリックは何でもできるんだよ、こんなに。スーパーマンじゃねえかな、多分。さらに力まで上がってしまう。もう誰も追いつくことはできないマリック。俺もそれ。出てるで。ラディ。まだレベル4かよ。ドド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 。幸運いいね。幸運上がってほしいんだよ、幸運。12しかねえもん。出てるで。出てるで。ゴーディン。あれね、もうね。まあ、ケチケチすんな。ドド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 ド。死んだ。いつまで出てくんだ、こいつら。無限に出るんじゃないだろうな。さあ、こいつ、レベル上げできないとさ、あいつ倒せないからさ。なんだっけ、名前。もう忘れた。もう忘れた、俺は。マフー。マフーが倒せないからさ、かなり出てくるんじゃないかと思う。そう、なんならここでレベル20ぐらい上げられるほどに。うぜ。もう卒業させろ、ダークマージュ。いつまでダークマージュなんだよ、俺は。都合がいいな、こいつら。トゥ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 。うわぁ、ダークマージがやりたい放題だ。まさに。お前らやりたい放題だな。これ前に出て倒した方がいいかな。もういいや、倒したら前に出て。もういいや、前に出て倒せよ。ドゥルドゥルドゥル。サンダーソードにしようかな。容赦なくいくぜ。テンテテンテテン。トス、決して油断するな。あお。レイコンが語りかけている。いつになったら成仏するんだろう。ヤスは。やす成仏の時はまだ訪れない。当分訪れなさそうだ。やれやれ、まだまだ騒がしい日々は続きそうだ。あれの意味しようか。あれの意味か。ちょっと足りねえか。なんかお前力弱いな、ゴードン。なんでだよ。あんなにもあいつは誰だっけ、ウルフは力が高いのに。お前クラスチェンジしてそれだもん。なんで力ない。いや、じゃあ11って。お前クラスチェンジしてんだぞ一回。なんだこの弱さ。え、ウルフ18あるからね、こっちは。おかしくねえか。なんでこんな弱いんだ、ゴードン。お前もう弱すぎるだろ、いくらなんだよ。謎に弱いな。
納得いかねえなこれ。なんでこんな弱いんだよゴーダ。これウルフが強いのもあるけどゴーダ弱すぎるだろ。地雷を引いちまったか。スナイパーの補正があるからな。これ含めてほぼ成長していない。まるで成長していない。なんだこのチームはバラバラじゃないか。コミュニケーションは取れているのか。いつまでこいつらの相手をしなきゃいけないんだよ。一体いつまで俺はダークマージを狩り続けなければならないんだ。気が狂うかもしれない。発狂する。ダークマージを殺す。もうこれ40体ぐらい出てるだろこいつは。とっくに。とっくによ。とっくに40体ぐらい出てるはずだ。なんでこんな狩らないといけないんだ。すげえクリティカル出るの。14%なの。いい幸運いくらに幸運が13いいね。幸運が一番低いから幸運が上がるのはいいけど、シーダレベル6これどうすっかな。もうシーダあんまりシーダ力弱いよ。シーダ行けダーシー。ダーシーを上げるな。おいダークマジお前。いやいや何も上がらなかったんだけど。何も上がらなかった。早くしよう。おいもう出るんじゃねえ。ダークマージ。ダークマージ。おい。こんなん一生出るだろもう。一生出ることはもう決まっている。これ本当いつやったらやむんだ。泣きやむんだこいつら。この同国は。この同国はいつなりやむんだ。教えてくれ。俺さ、ハマーンの杖があるからさ、グラディウスで皆殺しにしてやるかこいつらも。グラディウスで皆殺しにしてやるわお前。グラディが死んじゃう。あれアホか。アホか。何やってんだこいつ。こらーなんじゃこりゃ。なんじゃい。仁王立ちしてたのよ。サンダー受けたのに。不動。ウィザーの人。てて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 てグラディウスで皆殺しにしてやろう。クズ殿。ようこそ、海のクズ殿。どうせハマーンの書があるから、大丈夫だ。ハマーンの書があれば。80なんで。ひょっとして神器使ったら経験値2倍なんだ。そんな便利すぎる。だいぶもうマリク一人でいいんじゃないかな。マジでマリク強すぎるだろこれ。あってはならない強さだ。凄まじい回復量。ちなみにレナはいくら。5しかない。こいつに司祭の指輪使ったとしても大して恩恵ねえぞ。こうなってくると魔力は強くなりすぎた。ちなみに今日柿フライを作るわ。もう柿をつけてやる。鮭に柿を鮭につけておくとねうまくなるらしいぞ。俺はそう聞いてる。柿を鮭につけて15分ぐらい。そうなると柿は膨張してうまくなる。それをフライにするのよ。だからその前にもうダークマージなんとかせんといかんのよ。そそり立つダークマージとかエクソ。てんててんてて。いい加減にしろお前ら。怖
ほんともうどうにもならんぞ。あれ一体あれ、あ、もう出ねえ、終わりだ、終わりや。定時の天井カキフライ食えるぞ。99パンスト、そしてやっぱ経験値倍だ。おお、経験値倍になるのか。素晴らしい、それはいいことを聞いた。これはいい情報を小耳に挟んだな。じゃあお父さんもすごいことになるぞ。これはこれはすごいことになる。おお、やめられねえ、やめられねえな。これよし、トムそのままグラディウスでいけ、そのままいっちゃれ。おっそ、勇者6トムス、どっちレベル上げよっかな。パルティア、じゃあオーラもさ、パルティアもさ、パルティアでさ。フルソード18か、18だったらやっぱダメだな。これ来るぞ、勝利力20でも来るんだから。いつはいっか、とりあえずトムス、なんで出るんだお前、おかしいだろ、おかしいだろ。まあいい、殺せ、もう二度と出てこないように、二度と歯向かえないようにしてやるな。でででででダンサーの人で、で、てんてててんてて、いけ、いけ、こな、こな、マフーマンがいるからマフーだけは何とかしないとな。マフーだけはこいつで行かないといけない。マフーのみ、なんだほんと、何こいつら、出ないと思ったら出たりさ、何なの条件が全くわからない。これ何、これどうなってんの、全く条件がわからない。奇数ターンと偶数ターンで分かれてんのかな、テーブルが。もう奇数ターン出尽くしたけど偶数ターンまで出てねえってことか。その可能性あるな。メリクルできるわ、だって人気は倍になるんだろ。だったらメリクルだ、経験値上げたいもんだって。ほら、ドリ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 、さあさあ、ほら、この野郎がもう出ねえだろ。じゃあよし、もう何も上がらないというのか。さあ、今夜マフ。おかしくね、これ。何なの、本当に。よし、来た。あ、でも結構効く、これ。いかん。えい。ドル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 、こいつ。お、26。結構火力あるな。あんだ、結構強いじゃないか、こいつ。危ねえぞ。結構減ってるぞ、グラディウス。90の経験値。すごい。さあ、こいつマジで。逃げよう、一旦。無限に出てくるぞ、これ多分、まあ、多分もう一生出るよ、こいつら。あ、追ってくるな、これ。あ、追ってくるわ、これ。死にゃ死ねえ、まだまだ。てか、こっからどうするかなんだよな。あの勇者が動いてこねえんだよ、勇者野郎が。魔風の人が、魔風がついてくるから今なら俺だけ。こいつがね、必ず来るからさ、どうするよ、これ。
속速ゼロか。あ、こいつレギュラーいい話か。で、スターライト、スターライトエクスプロージョンを装備して、魔風の間に置いて、魔風の前に置いておくと、置いておくと、ダークマジカル、あったらそんなの。なんでだよ。これなんなの？一体どうすれば出なくなるわけ？知りたいわ、このテーブルはどうなってんの。いなくならないと見つかるけど、一生出るじゃん、これ。危ない。そうそう。大丈夫かな。いや、シーダが危ねえ。え、そこに勇者か？お前か？こいつを、スターライトエクスプロージョンで。高速13？微妙に足りてねえじゃん、これ高速が。おい。なんだよ、このスターライトっていうの。弱いじゃん。これね、高速13じゃん。だから、あ、まあ、でも、どっちしろ、これ前に攻撃受けねえかな。いっかな。いや。同じことだ。なんだ！これはスターライト。キリン。まあ、そんな強くないわけだが。なんかすごい。なんかすごいぞ。壮大だった。なんか壮大だった。よし、と。下げ。あっ！うぜぇ。さあ、来いよ。マフ。もう一生出るよ、こいつ。クズは。こいつら無能ゆえ暇を持て余し、そのくせ人に難癖をつけることしかできないクズどもの。このわしに向かうとは命知らずの奴らじゃ。暗黒魔法魔風。さあ、どうなる。すごい戦いだ。宇宙の神秘。あ、宇宙の神秘を感じます。死んだ。あっさり死んだ。ファルシオン持っていた。ドル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 ドン。ファルシオン。そうか、メリクルソード以外にも神器あるんだな。スターライトとはぬかったわ。だが覚えとくがよ、たとえこの足が死のうとも、この程度の力ではメディスは倒せぬ。地獄の底でお主らの国のゆっくり待つとしよう。負け惜しみもいいとこだな。スターライトは計算外だったってか。そんな強くねえけどな、これスターライト。星のオーブの方が強えよ、どう考えても。星のオーブと光のオーブの方が。以後スターライトは特に何のメリットもない普通の魔法とかです。これ聞くわけ？暗黒竜に。暗黒竜に聞くんすか、これ。これ暗黒竜に聞くんすか。これ味方は一末引っ張るとかねえのかよ、引っ張る技とか。引っ張らせろよ。シーダが、ミニスか。でもシーダ、馬から降りてた方がシーダっぽいな。だって馬から降りてなかったら、乗ると急に髪が赤くなるんだよ。どういうことだよ、あれ。やる。やるでいいか。リライブあんま使わねえな。ミニスカがすごいな。セーラー戦士。セーラー戦士だ、これは。やれ出せばよかったな。経験値が幸運武器レベル。おい、なんだこの弱さ。クイズ。お前弱すぎるよ、ゴードン。
さあ、マリカはもう下がっていいぞ。下がってよいぞ。あとはグラディウスでもちょいちょいのちょい。とにかくグラディウスで倒してだな。経験値をごっそりと。これでも多分4ぐらい上がるぞ、レベル。グラディウスパワーで。見ろ。とてつもないことになった。弾は持ってるよね。あ、持ってね。ちょ待って。ちょ待て。弾の杖。預ける。リブラ欲しいな。リカバーいいか。もう、ダイブがリカバーみたいなもんなのに、強すぎて。あ、まだパワーリングもスピードリングもあるんだ。もう死なに使わせてもらえないか。あれなんだっけ、これ何しようとしてんだっけ。弾の杖か。あれなんでなんでだよ。レナ、マリーシェア。あ、そうなんだ。じゃあ、レナいなきゃいけないんだ。へぇ。まあ、いいじゃん、そうだったら。レナ専用ってなったら。レナ専用ってなったら、レナにもこう、いる意味があってよかった。いてよかった。ちょんちょちょんちょちょん。いいぞ、幸運。幸運がもう14だ。けど、たまには力が上がるよ。たまにはでいいからさ。たまにはでいいから顔を見せるんだ。ようやく出なくなったな。は？なんじゃ。うわちゃん。お前許さん。高速ゼロか。あ、余裕じゃなこれ。一応腐っても高速7あるから。まあ、それに回復しながら行けばいいんで。さあ、ファルシオン。もうこれはずっと装備してでもいいっしょ。ファルシオン。さあ、さあ。威力10。ん？どういうことだ、それは。それはどういうことだね。威力10とは。竜特攻か。竜には3倍ダメージ。常に。3倍ダメージってわけね。テントゥンテントゥンテン。テントゥンテントゥンテン。カキフライが、俺を待って、そう思うと。トムス。頑張れ。友情。トゥットゥルドゥー。メテオを使う。あれ？メテオが。あれ？なんで？ひょっとしてあれ？距離制限あるんだよ。バーボン。距離制限あるな、これ。こっちに来るな。こいつらも来るな。じゃあ、まずこれ。攻撃力19だった。17くらいって。高速7だから、僕ら。ここで。テッテルテン。テッテルテン。メティオ。これ何だ、メティオは。メティオです。ちょっとメティオじゃないですよみたいな感じ。こっちの方が早いか。こっちの方が先か。こっちの方が後か。テテテテ。グラディウスすごいな、これ。ほんとに。これ。あ、いかん。経験値これでも20、これでも20。でもちょっともったいないな。ああ来んなお前。グラディウス、うまい。節約したな。トムスがすごいことにクリティカル出てくれたの。グラディウスの消耗が、まあハマーの節約はいいけどさ。てか神器直せるよな。神器は直せませんとか言ったらもうそれ何のためにやるんだよって俺。それ何のためにやるんだ。テテテテ、すごい。
これまさかラスダンでも流れやしねえだろうな、この音楽。ラスダンで流れんじゃねえぞ、これ。間違っても。葬式でこれ流れるようなもんだよ。葬式で？葬式2時間。結構長い。でも残り20分になったらこの音楽が。もうすぐ帰れるという時間になったらこの音楽が流れてきてるし。そんな葬式は嫌だ。お、魔法防御が上がった。かなりのステータスだな。っていうかこれグラデースなくなるぞこれ。ワンちゃん。ドゥル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 。アタック39だから。本番できるか。ワンパンしてくれ。プロデュースが減る。すごいレベル上がるな。おお、また魔法防御が。これがトムス。これがトムスだとでも。さあ、どこに出すだっけ。削っておくか。スターライト。もはや、なんでもない魔法になってしまった。シェイバーだ。倒しちゃうんじゃないこれ。倒しちゃう。怖いね、君。サイネビア。ありがとう。ありがとう。じゃあ、ハマーの強ください。リブロ、ワッカ。で。ハマー。こっち来てっていうかさ、もうあれしていいんじゃない、クラッシェンジして。アマーン、グラディース、そのグラディースを私に見せて。どう見てもトムスを回復した。うお、魔王防御は。では、サインの指輪を渡します。ウィザード。ウィザード、こっちを持って。建物のこの雰囲気と音楽が、まるで合っていない。サインの指輪。さあ、行くぜ。力とかも上がってくれるしな。これで。じゃあかなり上がってくれ、ステータス。そうじゃないと。力技スライス、守備力。魔法防御、最大 HP。お、移動力も上がったぞ。いいね。おぉ、なんかすごいことになったぞ。なんかすごいことになっちゃったな。これ魔法書も使えるんだろう。でもこう、体力、こんな。無理無理。無理無理。倒すやつだ。え？え、誰？マウルス、会いたかった。あなたは誰ですか？姉上。ガーネルが私を捕らえたのは、ガドー様からいただいたこの復活の杖。おう。復活の杖。この杖をドルーアの南の神殿で使えば、死んでしまった人を一人生き返らせることができる。どこかで何かの鳴き声が聞こえた。あなたが失った大事な人を取り戻すため。行きましょう、取るわ。一人なんだな。三人とかじゃなくて。一人。一体誰を生き返らせればいいんだ。一人。なんか上行ったり下行ったりだ。モムクートの動く。ドルーア。ドルーア兵って言ったけど、何？マムクート兵なのじゃん。なんかよくわかんない。結構出てきたはず、ドルーア兵って。
多くの悲しい物語が生まれたは消えていった。しかし時は流れ、アムクードの世界支配を夢見たメディウスの野望もついについえ去ろうとしている。それ日本語大丈夫？ついえ去ろうとしているって大丈夫なんですか？そしてマルスたちの長い旅もようやく終わろうとしているのだ。いるのだ。新井さん、ちょっと今ひどいことを言おうとしたけど、新井さん、そこはうんちを出し入れする穴なのだ、やめるのだって言おうとしてた。今言わなくてよかった。ゼムセル一緒じゃねえか全員。何か、竜がこんなにバカな、こいつも竜になる。いやいや、こんなんどうしろって言うんだよ、竜が。この竜は竜、ほか竜者がいる。竜者ドラゴンは無垢だ。すごい、なんかすごいことをやってるぞこれ。すごいことをやっちゃってるな。当然のようにスナイパー、うわーすごい、これはとんでもない歯応えがあるぞ。ここはここだけど、先にこっち行かないといけないってことは、マジか。やりでいくか次も。